というわけなんですけれども、まあ、牧野さん、改めてですね、ちょっとそんな牧野さんの、まあ、作品をここであ大丈夫なんですか、実際にいいんですか、見てみようというのは、これ本当に放送できるのかなっていう、はい、でもネットだから大丈夫なんですかね。でもやっぱりこう撮り方がやっぱ男性も僕全然決定的に違いますね。みんなでこうおっぱいを見てるの不思議な感じですね。そうですね、ちょっとカメラ2人の男子の2人の意見を聞きたいと思います。でもすごい大きいですよね。彼女はちょっと大きめですね、うん、はい、見ていただきましたけれども、はい、変な汗をこちらを演出されたんですよね。そうなんですけど、こう皆さんの前で見るってなるとちょっとまた違う恥ずかしさがありますね。僕も実はあの女性向けのこういうアダルトコンテンツ初めて、はい、見たんです。あるってのはしてたんですけどね、やっぱ全然違うっていうのびっくりしました。やっぱその男性ものってやっぱその普段こういろいろ手続きをしなきゃいけないところをいかにすっ飛ばせるかとか、うん、そうですね、おざいですよね。そうなんですよ、その急に日常が非日常にすっていくみたいなのが、うん、まあ、出会って5秒でそこはめみたいな、うん、絶対ないじゃないですか。でもそのありえないことをやってるみたいなところにちょっと面白いなっていうのとちょっとこう興奮するみたいなのがあるんですけど、逆ですよね、全ての女性がなんとなく気にしそうな部分を消してあげるっていう、前期を丁寧にするってことですよね。だから逆言えば女の人のファンタジーがこれ今これなんだなって感じです ね、 あですね。もし多分世の中の男性がすごい丁寧になったら、うん、多分こういうのは求められなくなると思う。あ、なるほどね。そうなん、なんか社会の写し鏡だなって、うん、確かにそうですよね。やっぱそういうのを反映するんだなって思います。日本人の男性がいかにおざなりな、おざなりなのか分かんないですけど、男の人は男の人でやっぱ熟女っぽいのが売れ出したりすると、あ、疲れてんだなとか、そうですね、なんかちょっとそういう社会のこう傾向となんかあるなっていうのを感じます。ちょっと楽しみになってきたんで、演技とか絶対できない。